リージンチャンネルのジェンでございます。今日はアリーナアベンジャーへの道やってまいろうかと思います。ではスタート。はい、ということで本日2月20日水曜日、ただいま9時半をね、回ったところでございます。まだ午前中でございます。現状私のアリーナは、チャレンジャーですね。チャレンジャー対3986という感じでございます。まだやっているのは22戦やって 72%、 自分の順位は1805位というところにいますと。いやー、神話デロンズがね、まあアリーナ向きのキャラクターなんですが、もう猛威をね振るっております。皆さんね、もうデロンズ入れたり、なんかレベル40デロンズを作ってみたりという話がね、ワンサが出てますが、現状見ていきましょうか。お、ジュビローさん2位ですね。そしてメルチェルさん、ちょっとどんな編成か見ていきましょう。デデンタデロンズ、シルベスター、アリムテオ、バートリーということで、デロンズとこちら、バートリーか、バートリーの2バック、もうこれがね一番今定番の編成になっているんじゃないでしょうか、メンバー的にも。うん、アリム、シルベスタ、テオ、このテオじゃないな、アリムのところにアタランテが前に入っていたっていう、まあどっちかを選択肢しているとかね、かなり多いかと思います。ちなみにちょっと1位から5位までの方々見させていただいたんですけど、ジュビさんも、モガミモッカさんも、アンアンさんも、今と同じ編成。ただ一つ、このふみじんさん、この方だけですね、耐久とこのメンツでここまで来れるんですね。あかり、あきら、スパイク、ルーディ、シルベスターというね、もうゴリゴリの耐久パーティーなんですけど、まあ現状まだ耐久も生きて来れるということでございましょうか。はい、今回やっていく私のアリーナ編成はこちらになります。デデンと大方一緒ですね。シルベスター、アリム、テオ、デロンズのエシラー入れてみました。ちょっと全然使えるかどうかわかりません。未知数でございますね。まあ未知数って言っても大方ね、皆さんね、っていう声が聞こえてきますが、ちょっと見ていきましょうか。まずこのエシラーはスペシャルダンジョンタイプなんですよね。ってことで、まあアリーナに関しては使い勝手が非常に悪いと思うんですよね。まず複数名義が7回当たられる、これがね唯一の救い、これが唯一の救いで、全ての味方の3から5人攻撃スキルのダメージが 50% 上昇と。まあこれ専用装備を、解放するごとに3から5ですけど、本来は4から5だから、別に専用装備ね解放しなくてもアリーナのメンバーだいたい5人攻撃が多いので、専用装備なしでも試すことはできます。まあ、でも、わざわざ入れなくてもいいと思いますけど。そして、スペシャルダンジョンでは、っていう、下の下りは、まあ、アリーナではね、採用されないので、クリダメ 60% 上昇っていうのは、なしということですね。はい。では、スキルの方ね、ちょっと見ていきますか。ちなみに、エシラ自体は、敵3人攻撃ができますね。魔法ダメージ3回与え、防御力を無視。追加で高い確率で2ターンの間、対象に石化効果。これですよ、もう。石化。このワンチャンを狙うとしたら、この石化が大体ね、対策してる人なんて誰もいないと思いますからね。まあ、聖女装備でどうなるのかっていうのはありますけど、まあ、ワンチャンとしたらこの石化でしょうね。石化入ったら、もしかしたら勝てるかもしれない。効果を受けると魔法力 200% の魔法ダメージを与えるということで、さらに、バンって弾けた瞬間 200% のダメージを与えるんで、もしかしたらね、チャンスあるかもしれない。うん。で、もう一つは、今度は敵4人の攻撃。魔法力 160% の魔法ダメージ2回。クリティカル効果が適用。対象の単性バフ3単減少。これはこれで嬉しいですね。クールタイム85秒。もう一つはいくつ ?70 秒か。こっち、石化の方70秒結構いいですね。で、覚醒が全ての敵。これは5人攻撃ですね。魔法力 350% の魔法ダメージ、貫通効果適用。次から3ターンの間、全ての味方のダメージ力が 80% 上昇。攻撃力と魔法力の、を5回の間 100% 増幅。まあ、これで、火力全員、かなり上がってもらえるっていうのはでかいね。しかも3ターンですからね。3ターン。美味しいですよ、これは。うん。
だからあくまで補正キャラだから、ほんとね、もう少しでも長く生きてもらいたいという装備にしておいた方がいいのかなとは思っております。まだ一回もね、アリーナ回してないんでどうなるかほんとわかりません。ちなみにこの絵師ら石化狙いのために、バートリーはずっと外して、バートリーの装備をちょっとつけてみました。こちらですね、弱点攻撃率を、上げた装備でございます。あれ、今更見るとバートリーのこの装備カンカンして600になってなかったんだ、気づかなかった。ちょっとこれ鍛え直しないとね。PVP の攻撃、まああんまりいいのはないんですよね、実は僕弱点の PVP 用の装備ってね、本当に PVE の方ばっかりにね、育て上げちゃってるんでね、もう全然いいのがないです。で、一応本当はね、聖女でもよかったのかなと思ったんですけどね、光の守護者系を付けさせていただきます。光セットで4セット分、付けさせていただきます。防具と宝石2つで、一応クールタイム延長免疫を付けさせていただきます。クールタイム延長免疫は本来いつも手をだけにつけて、みんながクールタイム延長された際に手をのスキルでぶっ放つっていうやり方していたんですけど、今回手を以外の選択肢としてエシラもその2人残すキャラの1人にしたいと思います。そしたらもしかしたらね、スキル打ってくれるかもしんない。うん。で、リングの方でやっぱり倒れた時に復活効果、この複数の免疫が剥がれた瞬間、多分ね、1コロだと思うんだよね。なのでね、ちょっとこちらで延命できるようにしてみたいと思います。はい、それでは第1戦目、駿河さんよろしくお願いいたします。まずはデロンズ。まあ、このデロンズを神話スキル、自分3つ目を解放させていただきました。なのでもしかしたら回復できるっていうのもちょっとね、エシラを助けてくれる効果になったらいいなぁなんて感じてるんですけど、いやー来たね、いきなりバートリー。さあこの後ですよ、誰が1手目、何がスキル発動するか。あー、てかもうテオが打ってたね。お、来た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 、よし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 、いいね、いけー。おお、石化入ったね。バートリーかな、誰だろうあれ。あ、バートリーじゃない、デロンズに入った、石化。よし、ワンチャンあるぞこれは。勝てるキャもしんない、勝てるキャも。ここですね、クールタイム延長に絡んだ際にまた来た。よし、狙い通りですね、狙い通り。もしかしたら覚醒スキルまで映像を見せられる可能性があるか。手を決めましたね。あー強い、もうヒットポイント半分減っとるかな。厳しいなー、やっぱり。おお、すごい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 、またスキル振ってた、覚醒スキルですね。よー、早いですね、かなり早出しで終わりましたけど、いやーこれででも倒れちゃうかな、もうエシラの役目終わっちゃうかな。超火力だ。まあでも一応ね、復活リングつけてるんで、もう一回チャンスがあったけど。ダメかダメか、遅いよ、デロンズ回復遅かったー。もう一歩早ければよかったんだけどな。まあでもこっから巻き返しできんのかな、この3人で、シルベスター、デオ、デロンズ。まあちょっとデロンズのこともね、せっかくだから話していきますか。やっぱりね、半端なく強いですよね。で、単体スキルもいいし、まあこの神話覚醒のスキルを皆さんどれを解放したかっていうのもあると思うんですけど、まあ3を解放することによってちょっと耐久寄りの編成、で1を多分ですね、結構今後1を作ってくる人が多いんじゃないかなと思うんですよね。1解放する方がアリーナに向いてるのかな。で2がちょっと PVE 用なのかもしれないっていう感じが受けます。まあ皆さんね、結構デロンズをね3体作ろうとしてる人もいますよね。あーでもちょっとテオが強すぎるわ。あー終わったな、これは耐えられねえだろ。終わった、ちょっと石化しちゃった、あの子がね。ああそっか、まだ生き返りがあったか、シルベスター。
すげえ。でも結構1分まで粘ってくれてるね。1分までね。まだ覚醒スキルがもう一回使えるのか。ちょっとテオが強すぎるよ。うん、いけ、早くあのオレンジのバー消えてくれ。いいね、あと1回はスキル打てるよ、こっち時間的に。あ、だん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 、オッケー。いや、なんだよ、石化石戻んねえのかよ、石戻ってくれ。終わった。はい、ではやってまいりましょう、第2戦目ということで、信長 N さん、どうかよろしくお願いいたします。お手柔らかによろしくお願いいたします。ということで編成見ていきますと、おお、いきなり行きましたね。いきなりエシュラ行っちゃいましたね。かわいいねこの演出。石眼がない方のスキルだったね。まあ石眼入んないと。リハクいますね今回。リハク、アリム、シルベスター、そしてテオに、バートリということで、相手にはデロンズなしという編成になっておりますね。ちょっとここはね狙いたいね。頑張ろう頑張ろう。やられたやられた。 K はしないんだよねデロンズがいるから。 OK、 石化狙おう、石化狙おう、チャンス来たよ。おお、かなり火力出ましたね。2人石化、2人石化、テオとシルベスターですかね。あ、やばい、もう倒れそうだ。ここまでの仕事かな。うーん、ちょっとエシラちゃん、よし、ここに残ってる。まずリハクとバートリーを消してから残り2人を潰しにかけましょうかね。うわー、やっぱ強えな、ほんとバートリーって。やっぱりバートリーの代わりにはなれないね、エシラのレベルはね。うーん、なれない。まあそこはしょうがないけどね。 OK、 リハク倒した。ただこのスキルがどんどん回されちゃうバートリーっていうのは怖いね。もう次打ってきそう。うわー、強烈強烈だな。もうバートリー一人にやられちゃうな、これは。デロンズ倒れちゃったしな、厳しいね。 OK、 あー、また引き返ってきた。うーん、これでバリアも払う。うわ、強いな、もうやっぱり強えよ。ちょっとこれ倒せるかな。まだ倒れないもんな。やっと倒れた。ここで石化が、よし、テオ倒した。あ、まだ暴走だよな。まあ石化同時のタイミングで入っているはずだから、うーん、ちょっとテオとシルベスターか。分が悪いし、僕のシルベスター吸血入れてないんでね、倒れちゃうね、これは。もう絶対勝てねえよこれ。いやー、参った。残り10秒、スキル回復、ちょっと頑張って。いやー、きつー。はい、懲りもせず最後の一戦にしましょうか。もう最後の一戦にしましょう。エシラ、ちょっともう一回ちょっと頑張ってみましょうか。エミコさん、ぜひともよろしくお願いいたします。お手柔らかによろしくお願いいたしますよ。メンバー的にはさっきと一緒か。リハク入れたんですね。リハク、シルベスター、アリム、テオ、バートリーということですね。デロンズがいない方々の編成のパターンですね、これね。はい、まあ、最後ぐらいは覚醒スキルまで打ちたい。せめて一勝したいね、一勝したいね。いやで、次は多分覚醒スキルが打たれるとね。早いね、いきなりデロンズだけスキル打っちゃったからね、ラッキーだねこれ。よいしょ、まだ倒れないでしょう。まだ名言残ってるからね、まだ残ってる。よし、はい、じゃあドカンと、リハク潰したいね、早いとこね。これね、もう反撃か。うわはい、もう一回死んだ、やばいよ。あはは、終わった。皆様、ここで結論です。はい、アリーナでエシュラは使いません。は
はい、ということでやってまいりましたが、4連敗してしまいました。全くもってね、やっぱり、禁止ですわ。使えない。もし使うとしたら、耐久寄りで使っていかなきゃ、やっぱ厳しそうですね。デロンズのスキルの回復とかで、延命できるかななんて、淡いね、気持ちでやったら、全然うまくいかなかったですね。はい。できれば、明かり入れて、シルベスター入れて、ここに、デロンズ入れてもいいのかな。デロンズ、まあ、アキラ、スパイクをどうするかっていうのがあって、スパイクとエシラっていう編成みたいな感じで行った方がいいのかね。まあでも無理にエシラ入れる必要性がないっていうことはありますんでね。悩む必要性も僕は今自分ないかなと思いました。ということで、今回のこのエシラさんは大失敗ですね。はい。早いところバトルに戻してアリーナやっていこうかと思います。今日はここまでにしたいと思います。もしよかったらグッジョブ、チャンネル登録してってください。では皆さん、バイバイ。ありがとうございました。